さんこんにちは、柳川聖佳です。本日はレッツレディース対ジェフ千葉レディースの試合を見に行きたいと思います。今回レッツレディースの試合を見に行くのも2回目なんですけど、その初めてレディースの試合を見て、今まで女子のサッカーってワールドカップしか見たことがなかったので、その WE リーグを初めて見て感動したというか、勇気づけられたというか、頑張らなきゃなって思いました。1回目観戦してから、覚えた選手とかいますか？遠藤優選手、ギャップがあるなってすごい思ったんですよ、その試合を見て。その SNS 上では投稿もしてらっしゃるし、メイリストとかもやってるっていうのを見て、すごい女性っぽくていいなと思ってたんですけど、なんかその試合を見た瞬間、もう動きがキレッキレで結構衝撃受けて、そのギャップある人ってすごい私魅力的だなって思うんですけど、遠藤優選手にすごく惹かれたというか、ちょっと今日も応援したいなと思いました。本当にそうですよね、SNS とかすごい頑張ってるなっていう印象が。本当そう思います。 TikTok とかも見て、結構遠藤優選手大好きになりました。で、遠藤選手注目してちょっと見ていきましょう。はい、注目して今日も試合を応援していきたいと思います。しました。なんとこちらに浦和のバスがありました。選手が乗ってきたバスですね。こんな近いとこ止まるんですね。びっくりです。いや、でもバスかっこいいですね。トミックめっちゃ欲しかったですもんというわけでスタジアム到着してどうですか、感想としては。感想としてはでもこう見たら意外とこう高さもあるし見やすいのかなっていう感じで印象を得たのと、ね、ちらほらスタグルもあるのでちょっと食べたいなって思いつつ、でもやっぱ一個懸念点があって、ちょっとやっぱ遠いですよね、ここまで来るの。駅からも遠いしね。うん、遠いですよね。なんかアウェーっぽくていいじゃないですか。そうですね、これもアウェーの一つの楽しみということで。楽しみかわかんない楽しみでもちょっと、はい、これから中に入っていきたいと思います。選手スタッフサポーター一同心より歓迎申し上げます。まずは上三菱重工浦和レッズレディースのメンバーです。ゴールキーパー福田志より背番号12、ディフェンダー遠藤優背番号17、
市原千葉レディース対三菱重工浦和レッズレディース、ご覧いただきましたように2対0で三菱重工浦和レッズレディースが勝ちました。残念ながら浦和レディース2023年の初戦は勝つことができませんでした。ウィリングカップチャンピオンの浦和レッズレディースに前半は前線しておりましたが、ということで、まあね、1試合目勝ったので幸先もいいんじゃないかと思います。今日の試合はその前回私埼玉スタジアムで見た時よりもなんかその怪我人がやっぱ多いんだなっていうのをすごく感じて、菅沢選手がちょっと倒れるところはちょっとね、ちょっとヒヤヒヤしました。大丈夫かなってちょっと思って、その遠藤優選手もねちょっとあの危ないシーンがあって大丈夫かなと思ったりヒヤヒヤしました。あと安藤選手がボールを取りましたが、すごいですね。すごい、すごかった。あの安藤選手は2試合連続ゴールを取っていないので、そっか、今度は最年長ゴールを更新していた。あすごいですね。え、すごい。それはまたね、今後も期待ですね。新年2つ目ということで、そうですね、先にスタートですね。はい、今後のもね、ちょっとね、レディースの方もトップチームもちょっと上を目指して頑張っていってほしいなと2023年も思います。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、バイバーイ。